明けましておめでとうございます。海蔵です。2020年になりました。本年もよろしくお願いいたします。2020年ということで、今日はですね、フォトショップの2020がすごいという話をします。この機能、アドビの広告で見て、自分の入れてるフォトショップではなかったんで、2020に急いでアップグレードしました。これまでフォトショップの進化すごいなっていうのが選択範囲ですよね。の選択範囲、これまでは被写体を選択で自動に輪郭をこのように検出してくれた、これだけでもすごいと思うんですけれども、コマンド D で選択範囲を解除して、2020はですね、これがさらに進化しております。この自動選択ツールのところにオブジェクト選択ツールっていうのができました。これで検出したい被写体をこうグッと囲むと、はい、このようにですね、被写体をドラッグ&ドロップじゃなくてこうグッと囲むと検出してくれるんですね。違う画像でもやってみましょうか。例えばドレスのところを囲みたいっていう時に、これまでのように被写体を選択でやると、まあここだろうなっていうのが検出されるんですが、実はこっちを、このパネルを検出してほしいのにっていうこともあると思います。こういう時にオブジェクト選択ツールでこのパネルを選択すると、パネルを自動で検出してくれるわけですね。じゃあパネルじゃなくてドレスの方を検出してほしいなって時は、ドレスの周りをこう囲みます。はい、するとこれで自動で検出してくれます。すごいですよね。これはアドビ先生、まあ AI ですね。ということで、フォトショップの進化がすごい、オブジェクト選択ツールについてお話ししました。それでは本年もよろしくお願いいたします。海蔵でした。よろしければチャンネルのご登録もお願いいたします。お済みの方はいいねボタンお願いいたします。海蔵でした。